2016年1月19日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。お相手は北海道札幌出身、戸塚に住んで今年30年目を迎えます相浦弥生です。さあ1月の9日にはいらっしゃった方も多いかと思いますが、戸塚区消防出初め式が行われました。見事に晴れた青空にユリカモメが飛んでいました。柏川河川敷戸塚小学校付近、ちょうど駅の一番近くにある西側の橋が朝日橋、その次が桜橋、この桜橋から少し過ぎたところの河川敷で戸塚区の消防出初め式、見事に今年も行われました。いつものように横浜消防のヘリコプターも青い空を舞っていましたが、やはり今年は去年と違うのはあのゆりかもめたちの多さですよね。アオサギではなく、ハトでもなく、ゆりかもめが今年はたくさん、これからいよいよスタートというその合図と同時にパーッと青い空に白いまるで花びらが開いたかのようにね、ゆりかもめたちが飛び立ち、そしてその後に消防団の皆様がその消防車からドアをバンと閉めて飛び出し、一列に並び、その後ワクワクするラッパ隊のファンファーレです。一緒に防災ラジオドラマを作った仲間たちがいました。クリちゃんがいました。そして金子さんもいました。その皆さんの吹く勇ましいラッパ、途中のハーモニーも美しかったですね。毎年聞いていますけれども、さらに練習を重ねて今年はしっかりとそのリズムを刻んでいました。そして一斉放水、見事に虹ができて、今年は風が強かったのでね、その水が、放水の水がね、見ている私たちにまでかかったほどでありました。出初め式も終わり、お正月の様子も少しずつ落ち着いて、もう学校はもちろん始まって、でも私のふるさと北海道はなんと明日20日水曜日が始業式ということなんですね。長い冬休みがまだ今日まで続いているということです。子どもたちの様子にはいつも驚かせれることがあります。そしてニコニコして心にぐっと響くこと、子どもの気持ちを忘れない大人になりたいし、おばあちゃんになっていきたいなといつも思うわけなんですが、先日も黄色い長靴事件がありました。お父さんとお母さんと、お母さんは小さな赤ちゃんを抱っこして、そしてお姉ちゃんともう一人小さな妹さんだったかな、お姉ちゃんは幼稚園ぐらいだと思います。お父さんが先頭を歩いていて、横断歩道の最後のところに水たまりができていたんですね。お父さんは後ろを振り向いて、そのお姉ちゃんに水たまりって言ったわけです。まあ、お父さんにとってはここに水たまりがあるから避けて気をつけて歩きなさいよという思いだったんでしょうが、幼稚園ぐらいのお姉ちゃん、黄色い長靴を履いていました。きっとそうだろうなと思いながら、
私だったら、私が黄色い長靴を履いている幼稚園の子供だったらきっとそうだろうなと思いながら、横でニコニコしながら見ていましたが、やはり案の定見事にその水たまりにジャボッと入って、ジャボジャボと何度も足踏みしてにっこりしながらお父さんの後を追いかけていったんです。いいなあ、そこにある現実を体を張りながらね、確かめていくというこの感覚、大人になって忘れてはいないだろうか。現場の迫力を机上の空論だけで押し合っていないだろうか。そんなことをこの小さな黄色い長靴事件から思いさせられました。札幌に帰った時に長靴の話題があって、黄色い長靴を見ながら思い出しました。つるつる滑る雪道では、こちらの靴の裏底のようなぐらいではね、滑ってしまいます。札幌の母の玄関にはちょっとおしゃれな長靴が置いてあって、新しく今年は買ったというその長靴を母が見せてくれました。長靴っぽいんだけどちょっとおしゃれで、北海道の時計台のそばにあるお店に行って買ってきたんだよ、今年はなかなか滑りやすそうな道で、母も年を取ったので転んではいけないと思って新しい長靴を買ったそうです。裏を見せてもらったら、しっかりしたそのゴム底、やはり何よりも滑る道にはこのゴムの底がいいと母はいつも言っています。そしてその裏には3頭の馬の顔のイラスト、三つ馬ゴムなんだそうです。私が可愛いとその裏を見ながら母に話しかけたら、台所から出てきた母が、お姉ちゃんの小さな時みんな三つ馬ゴムの長靴だったんだよって話してくれました。そうだったかなと思いながら、でも懐かしい、やはりその3頭の馬の顔、心のどこかに残っていたんでしょうね。三つ馬ゴム、そして黄色い長靴事件、そんな長靴の話、今日はオープニングでさせていただきました。皆様の長靴の思い出、三つ馬ゴム知ってるという方、子どもたちの可愛いその動き、大人になって忘れてしまったあの子どもらしさ、ぜひその話題でもメッセージを寄せください。お待ちしています。もち米もふかしてチャレンジしてみました。なかなか1回ではうまくいかなかったので、また改めてチャレンジして、すりこぎ棒で叩いてつきたてのお餅、成功したら報告しますね。それでは今日も出初め式、そして長靴、そしてもち米、少しお正月にまだ足を入れながら、でももう1月も19日、普段の生活に戻りながらのハグザライフ命を抱きしめよう、お届けしていきます。この番組を支えてくださる5社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、
地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。処方箋受付から在宅訪問まで、幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局。以上5社の提供でお送りします。1月19日火曜日、ハグザライフ、命を抱きしめよう、スタートです。それでは今日の1曲目、つるつる滑る札幌のあの道を思い出しながら、三つ馬ゴムの長靴を思い出しながら、今日の1曲目、雪の歌をお届けしていきますね。タイトルはスキー。おーおーおーって、このおが3つ続くのがね、私大好きで、1番2番3番にもその歌詞の中に出てきます。耳で聞いただけではなんて言ってるのかなと思う歌詞もありましてね、後ほど解説いたしますね。さて、そしてクイズ。この歌、誰が歌っているのでしょうか。さあ、2番の歌詞、飛び越す飛鳥の翼。この飛鳥はね、飛ぶ鳥とやはり書きます。最後のところ2番、おー楽しや修練の飛躍。これ耳で聞くととっても素敵ですよね。修練の飛躍、そうです、あの修練、熟練した手際の修練。これね、私今回調べて分かったんですが、修練と読むこともあります。手の練習の練です。テレンと読むこともあります。テレンテクダ。これはテレンと、この読み方をした時には騙す方の意味があるそうです。修練というのは熟練した手際。テレンというと人を騙すその技と。ここは修練の飛躍。素晴らしいその技で飛ぶスキーの技ということになります。3番もまた素敵ですね。風をつんざき左へ右へ。特にこの2番の歌詞のね、飛鳥とか修練の飛躍、これが耳から聞くときにやはりとても心躍る、その音の響きにワクワクしたことを思い出しています。さあ、一体どなたが歌っているのでしょうか。おーおーのところのね、あのハモリは素晴らしいですよね。どうしようかな。来週までの宿題、クイズにしたいと思います。今日の1曲目、スキー、お届けしました。1月19日火曜日、ハグザライフ、命を抱きしめよう、お相手は相浦弥生です。さあ、それではメインコーナー。1月はずっと映画、妻の病、レビー小体型認知症、この映画のことをお届けしています。私が見て感動したそのポイント、映画を見終わってもうすぐに喫茶店に入って、ペーパーナプキンにあふれる思いを書き綴った、これを今手元に置きながら、もう一度思い出してお届けしていこうと思っています。上島コーヒー店のペーパーナプキンです。館内の伊勢崎モールをずっと歩いて、一本それたところにあります横浜シネマジャック&ベティ若葉町にあります、その映画館で最終日に見てきたこの映画です。そして番組の中でもご紹介いたしました、戸塚の隣泉区の公会堂で上映されることが決定していて、その上映会に行かれた皆様からの感想もお待ちしているところです。その日にスタジオまで寄ってくださったラジオネームくまさん、そしてラジオネーム山ちゃんさん、また
改めてその上映の感想をまとめたものをぜひともお送りいただいてご紹介していきたいと思っています。ラジオネームくまさんは、監督さんの伊勢慎一さんにね、終わった後に質問したそうです。アンケートにも書いたそうです。ここで流れてくる音楽、タンゴの音楽、どうしてこの曲を使ったのですかと。ラジオネームくまさん、詳しくその伊勢さんとのやりとり教えてください。当日スタジオまで来てくださってお話してくださった、その中身としてはどうしてこの曲なのかはっきりわからないんですよという答えだったとお聞きしています。主人公のレビー小体型認知症を発症した石本栄生さんが口ずさむそのリズムがこのランクンパルシータのようだったと。バンドネオンは大久保香織さん、コントラバスは海道豊さんと、この妻の病のパンフレットには書かれてあります。この後ラックンパルシータ、前回にお届けしたアーティストとはまた違うものでお届けしていこうと思っていますが、この映画の中に出てくるバンドネオンの音楽、大久保香織さん、調べたところ1995年にフランス映画無伴奏シャコンヌを見てバンドネオンをしようと決意したというふうにそのプロフィールに書かれてありました。妻の病、レビー小体型認知症、ラジオネーム山ちゃんさんもねスタジオに来てくださいました。そしてもう一本も見ましたと話してくださいました。同じ伊勢慎一さんの作品、夢のほとりです。この夢のほとり、伊勢さんがもう一本の認知症に関わる映画を作ったその作品なんです。札幌にあります福寿荘という認知症グループホーム、そのグループホームの皆様のことを優しいヒューマンドキュメンタリーとして描いたものです。伊勢さんのこの2本の映画を見た方たちからの感想で、妻の病が肖像画のように描かれたタブローなら、夢のほとりはスケッチ帳だ。画家の伊勢秀子さんがそのようにコメントしています。ラジオネーム山ちゃん、そしてラジオネームくまさん、どうぞこの2本の映画、くまさんは妻の病だけをご覧になったと聞きました。どうぞ感想、感じたことをお寄せください。お待ちしています。ラジオネームくまさんは、伊勢慎一さんにお会いしてね、私がこの映画を見た時にも
自分の近い人たちにこの地元でぜひ自主応援をしたいと思っているっていう話をラジオでもしたものですから、その自主上映の手引きなど一式を伊勢慎一さんの名刺とともにねもらってきてくださったんですね。私の中でどのような形でこの映画を自主上映しようか、まだ少し保留としたいと思っています。でもラジオネームくまさんも一緒に、またはくまさんのお住まいのお近くで自主上映をというふうに思いながら伊勢慎一さんと話しなさったのかなと思っているところです。私はこの映画妻の病を見て、主人公の弥生さんがね、旦那様石本浩一さんとは幼なじみなものですから、そのふるさとの小学校の卒業式にね招待を受けて行ったそうです。石本浩一さんはその地元の南国市、高知県南国市で小児科の病院を開業しているわけで、その地元の学校に招待されたんですね。その招待席で弥生さんと共に座るまでの間も、弥生さんは自分でコートを脱ぐことができずに、レビー小体型認知症、身の回りのことがほとんど何もできなくなった弥生さんなんです。コートを脱がせ、そして校歌を一緒に歌い、でもその校歌をね弥生さんははっきりと歌うことができるんですよね。背筋を伸ばして、あれもすごいなと思いました。かつての記憶はしっかりと、記憶の障害があろうと残っている、その大切な価値観の中の一つに小学校の校歌があるんだなと思ったほどです。そして靴を脱いで、スリッパを脱いで、体育館だったので靴に履き替える、これがとっても難しかったんですね。身の回りのことが本当にできなくなる、自分のこの体の遠いところのあるものの部分っていうのがすごく難しいのかなと思ったんです。食べさせてもらって、口の端についたご飯粒は自分でこう食べることができる弥生さん、でもこの体の末端の足先のスリッパを脱いでもまたそのスリッパを履いちゃうんですね。浩一さんが脱がせて靴を履かそうとする、その靴を開いてる間にまたそのスリッパを履いてしまうという、スリッパを脱がせて靴を履き替えさせるのが一番難しいんですと浩一さんはカメラに向かって言っていました。そしてスリッパのままでもいいかと体育館を離れ、その小学校のグラウンドを歩く姿、これが実は妻の病のパンフレットの写真となっているわけです。愛し直すという言葉、愛し直す、夫婦が愛し直す、浩一さんは認知症になった奥様弥生さんともう一度愛し直すことをしていこうと思ったと話していらっしゃいました。ポール・サイモンの歌にマザー&チャイルド・リユニオンという歌、まあ邦題では母と子の絆と訳していますが、このリユニオンという言葉、再会でありますよね。愛する人がもしとどまってしまった時に、困難があった時にも、もう一度再会することはできる。それは親子であっても、土台に愛があると思いながら、やはり難しくなってしまったその親子の修復をする時に、
私はもう一度再会して、改めてコミュニケーションをしっかり取りながら出会うことができる、夫婦も愛し直すことができるのではないかなと。そしてその愛し直すきっかけが、石本夫妻にとっては奥様の病気ということだったのかなと思いました。さあ、皆様からのまた感想をお寄せいただきながら、妻の病さらにお届けしていこうと思っています。見たいなと思われる皆様、メッセージを寄せください。その声があれば、あゆらやよいよしと自主上映をこの地元戸塚でしようと、さらにエネルギーが湧くかもしれません。今日のメインコーナー、妻の病、レビー小体型認知症、そして夢のほとり、認知症グループホーム福寿荘、お届けしました。実は札幌の母が右肩の腱を切ってしまったようなんですね。手がなかなか上がらずに病院に行ったところ、腱が切れているかもしれないということでね、その母の一大事ですから、また札幌に帰ってこようと思っているところです。そして義理のお母さん、大腿骨骨折をしましたお母さんのいよいよ退院も決まって、こちらもまた忙しくなります。メインコーナーではまた義理のお母さんの退院のこと、そして札幌の母の腱断裂のことお届けしていくこと、この後もしていきたいと思っています。さあ、それでは妻の病の中で流れてくるこの曲、ラクンパルシータ、今日はですね、バンドネオンではなく1967年生まれのバイオリニスト、ジャズバイオリニスト、なんと寺井直子さんは神奈川県藤沢市出身なんだそうです。それではここからは勇ましい音楽とともに連続エッセイのコーナーです。ドラムだったりシンバルの音、小さな頃小学校の時の合奏コンクールではシンバルを担当したなと思い出しています。さあ、月の後半はお母さん業界新聞メール版からお届けしていきます。子育てと介護はとっても似ている部分があると、自立と依存、このキーワードで考えてみるときにとても似ていると思います。今日は MJ 記者、マザージャーナリスト記者、萩尾桂さんのエッセイです。これ持っていこうというタイトル。夜2階の寝室に上がるとき、これ持っていこうと嬉しそうに何かを手に握って寝室へ向かう息子。お父さんに絵本を買ってもらった日はその絵本を寝室に持って行って一緒に寝て、朝起きたら絵本と言ってすぐに絵本を手にしていた。今日は息子の大好きな人に会えた日、これ持っていこうと言った息子の手にはその人との思い出がたくさん詰まった腕飾り。大事な腕飾りと一緒に寝ている息子を見て、うん、楽しかったねと思う。一日の中の楽しかったことベストワンと一緒に寝る息子。幸せいっぱいで見ていてかわいい。MJ 記者萩尾桂さんのエッセイ、これ持っていこうでした。このエッセイを聞きながら、札幌に母の元に帰る私もこれ持っていこうと母に見せたいもの、渡したいもの、それを今回は急な
札幌駅となりましたけれども、それでも大きな紙袋にね、気づいた時にどんどん投げ込んで、母に見せたいもの、渡したいもの、山ほどあるんです。これ持っていこう、私もそう思ったのでありました。それではここからは戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーションです。越田先生の高血圧のお話です。戸塚区医師会メディカルセンター副会長で下倉田で内科を開業しております越田博邦と申します。後半は高血圧の治療についてお話させてください。高血圧治療の目的は、高血圧の持続によってもたらされる心血管病の発症、進展、再発を抑制し、死亡を減少させることです。そして高血圧患者が健常者と変わらぬ日常生活を送ることができるように支援することです。過去の臨床試験のメタ解析によると、収縮期血圧 10mm 水銀柱、拡張期血圧 5mm 水銀柱の低下により、心血管病リスクは脳卒中で約 40%、 冠動脈疾患で約 20%、 それぞれ減少することが明らかにされています。血圧レベルが高いほど、また高齢者ほど高圧薬治療によるリスクの低下が大きいことも示されています。日本では心血管病の疾患構成が欧米とは異なり、脳卒中罹患率が心筋梗塞罹患率よりも男性で3-6倍、女性では4-12倍高いことから、高圧薬治療の心血管イベント抑制効果は海外の報告よりさらに高いと考えられます。高血圧治療の基本方針は高血圧治療ガイドラインに沿って行いますが、これまでに2000年、2004年、2009年、2014年に改定されており、現在使用されている高血圧治療ガイドライン2014は1152編の最新文献をもとに作成されています。このガイドラインの中で強い科学的根拠があり、行うように強く勧められる推奨グレード A となっている項目には、生活習慣では減塩目標 6g、 BMI 目標25以下、 BMI が目標に達しなくとも約 4kg の減量で優位に血圧は低下すること、定期的な運動、飲酒は控えめにする、禁煙の推進と受動喫煙の防止に努めること、また薬物治療に関しては心血管病抑制効果は高圧薬の種類より高圧の程度に規定されること、目標を達成するためには作用基準の異なる高圧薬を併用すると高圧効果が大きくなることなどが示されています。高血圧の治療は長期にわたるので、治療により期待される効果と副作用、医療経費などについて医師と患者が共通の理解を持つこともとても重要です。それではお便りコーナーです。まずはラジオネーム山ちゃんからいただきました。このラジオネームで良いかどうか、ラジオネームは時々こう変えていただくことも OK ですのでね、改名もぜひともありましたら教えてください。今のところラジオネーム山ちゃん、スタジオに来てくださいましてありがとうございます。先週お届けしましたカレンダー、島根自学カレンダー、この本物をですね、実物を持ってきてくださいました。ありがとうございます。ブログにもよしこちゃんがですね書いてくれています。自虐は実はその裏返しは愛であるということをね。さあこのカレンダー、実物を見ましても本当にその通り、先週もいくつかお伝えしたそのコメントが書いてあります。もう一つだけ読みましょうね。5月号、5月の部分です。イラストとともに書いてあります。卓上のカレンダー、県歌県の歌で90万人と歌っているが、実は20万人サバ読んでいるこんなのが5月であるわけです。
さあ島根出身のラジオネーム山ちゃんさん、ありがとうございます。その他にもね、実は灯台灯台と騒いでいる私、小樽の灯台を見に行ったというお話をしましたが、実はその小樽の灯台、投稿会のカレンダー1月号の小樽の防波堤の灯台の写真をラジオネーム山ちゃんが写したそうですよ。2011年のことです。持ってきてくださったんです。まあすごいですね。すごいカメラで写したから、防波堤のこれだけくっきりと写るんですね。その他にもね、その小樽の港の写真を届けてくださいました。プレゼントしてくださるということでありがとうございます。そしてもう一つ、泉区の映画会、今日のメインコーナーでお届けしましたが、妻の病、レビー小体型認知症と、そしてもう一本の映画、福寿草の映画見に行かれたということでね、この放送を聞いて見に行ってくださったということなんですが、その映画の中の音楽を担当するママクリオの牛の歌というね CD を買い求めて私のところに届けてくださいました。ありがとうございます。ママクリオが映画の音楽を担当しています。ところがこの CD、 そのジャスラックのね、番号が書いてなかったものですから、一応ご本人に流していいものなのかどうなのかを確認してからと思っております。夢のほとりの映画、認知症グループホーム福寿草の音楽を担当していらっしゃるママクリオさん、いかがでしょうかね。改めてまたご連絡いたしたいと思っておりますけれども、ジャスラックの登録があるものはすべて著作権を放送で流す分、ジャスラックに代わりにこう払っているわけに、なものですけれどもね、そうではないものに関してはそのアーティスト皆様に確認を取って放送で流していいかどうかということですので、またご連絡します。ママクリオさん、素敵な音楽ですね。マイムマイムがずっと夢のほとりの中でねテーマソングとして流れています。あのフォークダンスのマイムマイム、いやどこか懐かしく優しくあったかいですね。大好きな私もフォークダンスの一つです。ということでラジオネーム山ちゃんさん、いろいろありがとうございます。そうしている矢先にですね、この放送の収録をしようとしている時、私の携帯の電話が鳴りました。なんとこの泉公会堂の映画夢のほとりを、そして妻の病を見た雨屋さん、泉区で認知症カフェをやっていらっしゃる雨屋さんから電話が入ったんですよ。いやー、メールかファックスか手紙かということでしたが、雨屋さんから前にファックスもいただいていたので、ご紹介させていただいていいですかって確認をしました。ありがとうございます。雨屋さん、ここの映画界でルンちゃんと出会ったことをお話してくださいましたね。そして伊勢新一監督ともその後の懇親会でお話をなさったと、どのような思いでこの映画2本を作られたかのを話してくださったというお話もいただきました。今度は2月頃にですね、雨屋さんにスタジオに来ていただいて、泉区の認知症カフェのお話、お母様がレビー小体型認知症を生きていらっしゃるというそのお話なども聞かせていただきたいと思っています。こうやってつながっていくんだなと思った次第です。そして亀まりさんからいただいています。亀まりさんのメッセージ、弥生さん明けましておめでとうございます。良いジャイアンさんの視点がいつも面白くて笑みがこぼれます。今年も変わらず笑って過ごせますよう、弥生さんの灯台を感じながら、たくさんの方が安心を得られますよう微力ながら応援していきたいと思います。よろしくお願いしますと亀まりさんからいただきました。ありがとうございます。灯台、当分出てくる灯台の話、
このお便りのね、ラジオネーム山さんが写してくださった灯台も本当に素晴らしいのでね、ぜひ皆さん見に来てくださいね。投稿会のカレンダーとともに。そしてその良いジャイアンさんからのメッセージ、ファックスが届いています。弥生さん、楽しみに聞いてますよ。灯台の話をよくするので、私も近くの海の灯台見に行きたくなります。江ノ島かな、葉山かなと書いてあります。私も弥生さんの光に集まる魚みたいですよ。決して虫ではありません。運が落ちてる良いジャイアンさんからいただきました。そうなんだ、運が落ちてるって感じて、それでもメッセージをくれて、これが何か行動することでね、よしって深呼吸することができるって私は思ってますが、いかがでしょうか。良いジャイアンさん、皆様からのメッセージ嬉しく読ませていただきました。今日のお便りコーナーでした。さあ、一撃ヒントのコーナー、豪華のコーナーをこの生き生きヒントの中で時々という形になるかと思いますが、お届けしていこうと思っています。今回の札幌行きは函館にいます妹と会うことはできませんけれども、そうだ、同じ小学校に行ったわけなので、札幌市立南小学校の校歌を妹ふーちゃんと言います、ふーちゃんと一緒に歌って、それを録音機で録音してきたらいいなと思ったんです。ご兄弟で一緒にスタジオに来ていただいて、あなたの小学校の校歌ぜひとも歌ってください。いかがですか。時々効果のコーナーとなる生き生きヒント、昔思い出しながら小学校の効果、中学校の効果、高校の効果、ぜひ歌ってみるのはいかがでしょうか。もう一度改めまして、札幌市立南小学校ホームページを見ましたらね、効果交渉のそのサイトがあって歌詞が出てきました。作詞作曲の方たちのことをですね、ヤフーなどで検索してみたんですがヒットしませんでしたので、その当時の例えば PTA 会長さんだったり生徒の方だったり音楽の先生だったりしたのでしょうかね。藻岩山が出てきて豊平川が出てくる我が母校、札幌市立南小学校の校歌でありました。今日の生き生きヒントのコーナー、時々効果のコーナーをしたいという宣言の私メッセージお届けしました。それでは浜のバタヤンのリクエスト曲、フォスターの名曲を CD で届けてくださいました。その中の一曲、故郷の人々、ふるさとの人々と書いて故郷の人々、そしてスワニー川でも親しまれている名歌であります。このスワニー川、アメリカの東側、ジョージア州の南部、そしてフロリダ半島のあのフロリダ州の北部の間を流れる川、スワニー川だそうです。1851年のフォスターの楽曲です。私も札幌にまたまた帰って豊平川を見てこようと思っています。1月19日、ハグザライフ命を抱きしめようお別れの時間です。この番組を支えてくださる5社の皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック。東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に、社会に、お役に立つ企業を目指す笠原企画。地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。処方箋受付から在宅訪問まで、幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇、
平安薬局、以上5社の提供でお送りしました。寒いので皆様お気をつけください。また来週。お相手は相浦弥生でした。さようなら。